嘉陽城は、三重県四日市市嘉陽町ざ城山にあった、戦国時代の日本の城。文治年間に一帯を支配した北四48屋の、一つ、春日部市の春日部宗方が築城した。1568年に、織田信長の北勢信仰で攻撃を受け、後に落城した。現在城跡は、学校法人、暁学園の本部となり、わずかに、 神の美の井戸などの遺構が残る。ともあき川の南岸、標高55メートルの急峻な大地上に、築城された山城で、規模は320メートル160メートルであった。1963年度の学校法人、赤月学園の平面地形図で消滅前の形状を知ることができ、約30メートルの深い空堀で区切られた。 北東側の車には5から10メートルの堀を余えに巡らせた一段高い25メートル四方の天守跡と呼ばれる段がある。この車の西側には北西側が土塁、南西側が堀で区画された車がある。朝、秋川流域の城では一番戦国期の城らしい、城であった。1568年、春日部春家が守る海洋城は、 織田軍の攻撃を受けたが、要害の地位に容易に陥落しなかった。しかし、次第に、水、氷糧が不足し1573連に落城した。上席の遺構は車や土塁などが残る状態となったが、学校法人、赤月学園の用地造成工事の際に作兵され、現在は、神の美の井戸と呼ばれる井戸だけが残されている。ありがとうございます。